ちょっとカメラで見せてあげてください。それでは、あれだよ。かっこいいですね。まあ、ちょっと大悟が。ハンダが寝てるとき。そんなことない。もう、もう、マジ、いやいや。で、今日これ乾かして、ちょっと後、後で。ペーパーでサンダーして、ペーパーもあるそれで、中がね、うん、まだ湿ってると、割れちゃうから、穴が開けて、空洞にしてほしい。よく、瀬戸物もそうですね、空洞になってます。どうやって一番すごいですか？これね、三色の粘土を作るんですね、まず。最初に。うん。それで三色をこう四角い棒にこう全部パーツを作ってこうやって積んでいくんです。あ、じゃあブロックみたいな。そうですそうですそうです。うん。それをこういうふうにね、スライスしてでこの型で。ああ、うん。練り込みっていう技法なんですけど。これはあれかな、いわゆる。素焼きというか備前焼きというかとは違う。うん、ちょっと違いますね。何焼き粉が？何焼き、この技法では一応ね、人間国宝は、笠間でいるんですよ、練り込みの人は。人間国宝この技法では。三人のうちから。三人のうちから。三人のうちから。